イギリスの天文学者、数学者。1717 17年に王立協会の会員になり、1721年に最初にニュートン式の反射望遠鏡を実用化した。1731年に発分技を発明した。ハートフォードシャーの EN、イースト・バーネットに生まれた。兄弟に気象学者のジョージ・ハドリーなどがいる。1717 17年に 王立協会フェローに選出されたが、科学者で同盟の老い、ジョン・ハドリー1731年から1764年も1758年に選出されている。ニュートンによって構造が提案された反射望遠鏡を実用化するために、球面の研磨法や評価法を改善して、1721年に当時の望遠鏡より鮮明な像が得られ、操作性に優れた。 反射望遠鏡を完成した。これは、後のジェームズ・ショートによってより大型の反射望遠鏡が製作される基礎となった。また1730年頃、航海のために戸を計測する八分儀を発明した。これは、アメリカのトーマス・ゴント・フリーによって、独立に発明された6分儀に先んじたものである。1758年に、ベンジャミン・フランクリンと共に蒸発熱を使って、 物体を急速に冷却する実験を行い、周囲の気温が下肢65度の状態で温度計のキューブを下肢7度にまで冷却することができた。エアコンディショナーに直接はつながらないが、冷却に関する初期の実験とされる。月の地名、ハドリー山、ハドリー国、ハドリー港に、ハドリーの名が命名されている。ハドリー港の近くが、 アポロ15号の着陸地点に選ばれた。ありがとうございます。